はい、どうもこんにちは。フーディフューチャーディレクターの自由人エマディです。今回もゲーセンネタについてお話ししたいと思います。ですね、今回は自分がですよ、やっていた中でサービスをしますよね。クレーンゲーム専門店でずっとやってたら、それサービスをちょっとやっぱりする時はあると思うんですけど、店員というのはお客さんに対していつサービスをするのかということについて話したいと思います。僕が関西のゲームセンターでですね、やっていた時の話だと、あれなんですね、ちょっと結構細長い店っていうか、そんな大きくない店ではあったんですけども、そこでサービスをするタイミングっていうのがやっぱありました。でそれの一つは何かっていうと、やっぱりお客さんがそれなりにお金を使ってても取れない時ね、一生懸命頑張ってやってるのに取れないのってあるじゃないですか。そういう時は我々のゲームセンターの趣旨としてはサービスをするというところがありました。じゃあそのお客さんがどれぐらいお金を使ってるのかっていうのをいちいち店員が数えていると思いますかね。数えてないんですよ、店員さん大体。じゃあなんでそれであの人は今どれぐらいの金額が使ってるのかっていうのは分かるかっていうところなんですよ。これは簡単なんです。結構遠くに離れていても私たちは大体察することができるんですね。それはなぜか、そのお客さんが何回両替機へ行って札を小銭の100円玉に変えたかという音を聞いてるからです。ね、だって1000円こう入れるじゃないですか。500円だったら500円でチャチャチャって終わっちゃうんですけど、1000円だとチャ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 みたいな感じで出てくるわけですよ。その回数なんですね。また行ったなと思いながらこう。で、またこう、しばらくこう時間が経って、またそのお客さんがこう、両替しに行ってる。で、その音が聞こえると。また行かれたんだなっていう感じで。一回1000円入れて、全部なくなって、また1000円入れて、全部なくなって、で3回目ってことはもう2000円は絶対使ってるわけじゃないですか。あの商品でだったら、そろそろあれかなみたいな感じで。で、ちょっとこう話しかけに行って、どうですかって、取れますみたいな感じで。で、それでちょっとアドバイスしたりとか、その状態まで行っちゃったらちょっと難しいですね。ちょっとこれ戻しましょうかみたいな。この位置に戻しましょうかとかね。そこだと明らかに取れないだろうなっていうところで一生懸命お客さんが気がつかないで頑張ってる場合もありますので、そういうところに関してはやっぱり私たちもフォローはなるべくするつもりでやってました。もちろんね、お客さんがいろいろいるとね、見落としたりとかもしますからね。だからこの話に対して、いや俺はそんなサービスの受けたことねえよとかって言われるかもしれないですけど、そこはちょっとね、ちょっとあまりにも周りがちょっと忙しかったらそれは難しかったりすることもあったんですけども、そういったところが一つありましたね。それともう一個はですね、例えばゴールデンウィークとか、お客さんがすごくこう集まるような時があるわけですよ。でその中ですごいお客さんがいっぱいいる時に、あえてタイミングを見計らってちょっとこう大きな商品をやってるお客さんに対してちょっとサービスを多めにするということもやります。やりますというかやったことがあります。これどういうことかっていうと、人がたくさんいる中でみんなこうやるわけじゃないですか、ゲームをみんなやってるわけですね。UFOKでバババババとあちこちでこうやってる中で、やっぱりそんなん取れねえよ、大体こんなもんみんな取れない、みんな大体取れないから入るんですよ。本人たちの感覚としてはね、取れないから入るから、その中でなんか大きさの商品がボーンと取れたりとかする。でそれを目の当たりにするね、例えばお店によってはこう鐘を鳴らしたりしますね。カン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 とか言って、景品取れましたおめでとうございますみたいな。そうすると何が起きるかというと、お客さんの心理としては取れるんだって思うから、あんなの取れたんだ。そしたらそこにいた他のね、頑張ってるお客さんたちがさらに頑張るわけですよ。
だからそれは割とそれなりの商品を出す時のタイミングとしてはそういう時にその商品を、まあ、ちょっと甘めでもいいから取らせてあげると割と他のブースで頑張ってるお客さんがさらにお金を入れて頑張ってくれるので、あの人あんなの取れたんだ、この店こんなものが取れるのかっていうふうになるので、まあいい相乗効果がこう生まれるということですね。これが意外に売り上げにつながっていったりとかするということです。はい、まあなので、そんな感じのことを、やっていました。まああんまりねないですけどね、もう本当に接客重視のゲーセンというのもだいぶ減ったような気もしますけどね。もちろんその関西という土地柄もあったにしても、だってよその店ではね全然そういったことをやってくれない店もいっぱいありましたから、まあうちらのやってきたやり方としてはそういったところがあったということですね。なかなかそのタイミングとかね、そういったところを見るだけでも奥深いなと、その時はこう思ったもんですよ。うん、本当にいい勉強になったなっていうふうに今でもゲーセンの店員の頃のね思い出というのは、でも自分の中でもどっかでこう成長させてもらったし生きてる部分があるんでしょうね。はい、なのでそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。もしこのチャンネルがいいと思ったら皆さんグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょうね。さよなら。